食べる佐藤もくもく、あ、飲む佐藤もいけますけど、飲む佐藤いい、いい飲みっぽい、あ、すげえ。うめえ。大丈夫です。大丈夫ですよ。ありがとうございます。うちの看板娘なんですけど、この子の妹。大親友。元気の源？その宣伝かよ。びっくり箱。元カノ？はい、子供みたいな存在ですね。存在です。以上。佐藤ひろ子といえば私たちにとって、せーの、日光ガイド。いいのこんなんで。なんか私あんまり喋ってない。ね、そうだよね。妹お姉ちゃん。うん、はい、私にとって佐藤ひろ子さんはライバルです。うちの三女です。最初付き合えると思った。